デイリーメダルチャールズ P ・ピーデイリーメダルはアメリカ地理学協会によって価値あるまたは特筆すべき地理学的業績貢献に対し個人に授与されるメダルこのメダルの授与は1902年から始まった初代のメダルのデザインはビクター・デイビッド・ブレナーによるものであったが後に金型が壊れてしまい1924年にブレンダ・パットナムによって 改めてデザインされ直した。チャールズ・ P ・デイリーは AGS の会長を1864年から1899年9月19日まで務めた人物である。この間、デイリーはニューヨーク州の通常事件裁判所で優れた実績を残し、1871年に州通常事件裁判所長官となった。1902年、デイリーが依存した基金により、 このメダルが制定された。各年における受賞者は以下の通りである。ありがとうございます。